はいさーい、今日はですね、僕がこの背中に背負ってるバックパックの中身について紹介していきたいと思います。この番組ずっと見てる人はわかると思うんですけど、僕ね、1年の間に結構な回数旅行とか旅とか行くんですよね。で、そういう時に必ずビデオブログを撮ってるんですけれども、うちのビデオブログってね、結構ありがたいことにクオリティ高いですねとか、映像おしゃれですねとかよく言っていただけるんですね。で、やっぱりそういうおしゃれなものとかクオリティ高い動画を作ろうとしたら結構な分量の機材が必要なんですよ。例えば、レンズ交換式のミラーレスカメラとかね、ジンバルとかドローンとか三脚とか、もう数えるだけでキリがないぐらいの機材を入れなければならないんですよ。だから機材だけで正直このぐらいの分量になっちゃうんですね、普通に揃えようとすれば。でも僕が今この背中に背負ってるカバン、実はね、この中にもう洋服とかパソコンとかね、まで全部入ってるんですよ、機材も含めてね。で、このコンパクトさなんですよ。これって本当に実はすごいことなんですよ。自分で言うなって感じなんだけど、でもいろんな機材を買いながらこう自分で研究してね、とにかくコンパクトで高品質なものだけを集め続けた結果、なんと2泊3日の旅でも、洋服とね、機材入れてもこのバックパック1つに収まるような時代に突入しました。すごいですね。ということで、今日はね、僕のこのカバンも含めて中身も全部紹介していきたいと思いますので、ぜひ、旅行とか写真が好きな方は参考にしていただければと思います。サンスタ。はい、それでは早速僕のカバンの中身を見ていきましょう。このバックパック、名前はプロジェクト9といってですね、過去にこちらのレビュー動画も出してますので、概要欄から見てみてください、気になる方は。で、今日紹介する機材なんかも全部概要欄にリンク貼り付けておりますので、気になった方、同じものが欲しいという方はね、ぜひ、動画見終わった後に概要欄見てみてくださいね。はい、じゃあ説明していくんですけれども、まずこのカバンの中に何が入ってるかっていう話です。中に入ってるのはね、ドローンと、それから、カメラが1つとレンズが2つで、さらに充電器類ですね、機材の。それから MacBook Pro の15インチが入ってます。で、その他にもビデオライトとか、ミニ三脚ですね。で、自分の2泊3日分の着替えまで全部この中に入ってるんですよ。結構驚異的ですよね。だってこのサイズ感のカバンの中に今言った全部が入ってるわけですから、これはかなりすごいことだと思います。ではね、早速中身を見ていきましょう。よいしょ。この中にはですね、こちらドローンのバッテリー予備が2つですね。それから、ドローンのコントローラーで、ドローン本体も入っております。ちなみにね、ドローンはよいしょ、マビックエアーですね、こちらを使ってます。画質で言うとね、もっといいドローンっていっぱいあるんですけれども、やっぱりサイズ感が最高なんですよね。もうどこにでも持っていけるこのサイズ感なんで、本当に重宝してます。ということでね、こちらの上の部分は、ドローンのお部屋ということになりますね。続いてこちらの下の方のよいしょポケットですね。ここは何が入ってるかっていうと、まずビデオライトです。これちっちゃいでしょ。こんな感じでね、ビデオライトでしっかりとね、20畳ぐらいの部屋なら照らすことができます、このサイズ感でね。で、さらにね、ここに磁石がついてるので、いろんなこう鉄のポールとかね、三脚とかにこうカチャッと簡単にワンタッチで取り付けることができるっていう超優れものなんですよ。リトラトーチって言って、これも過去にレビュー動画出しておりますので、概要欄に貼っておきたいと思います。で、ここはあとはリトラトーチの他にはですね、充電器類です。ドローンの充電器ですね、まずこちらが。で、これがですね、また足りずきには紹介しておきたいんですけれども、こうやって先っぽ三つ股になってて、マイクロ USB、 それから USB-C で iPhone の充電器という風になってます。なのでこれ1本さえ持っていけば何でも充電できちゃうんですよ。これだけですかね、ここに入ってるのは。で、カメラの充電器はって思った方もいるかもしれないんですけど、マイクロ USB を使うことで充電できるんですよね。なので充電器っていうものが必要なくて、これを本体に差し込んで充電をしております、旅先では。カメラの充電器ってほんと手のひらサイズぐらいあるので、それに比べたらこれ1本で全部が賄えるっていうね。はい、続いてこちらの横のポケットですね。これはマンフロットのピクシーっていうミニ三脚ですね。これがね、撮影しながらビデオグリップにもなるし、あとはこう開いてですね、立てて簡易的な三脚として使うこともできますので、これはかなり優れてます。で、上にアルカスイス互換性のこの雲台を
別で買って付けてます。これも概要欄貼っておきますね。で、これにね、こうアルファ6400を乗っけてビデオブログを普段撮ってるっていう感じになりますね。はい、それでは続いてなんですけれども、この上についてる筒状のやつ、これ何かというとですね、カメラバッグになってるんですよ。こちらがじゃーん、こんな感じです。はい、取り外しが可能です。で、これすごい優れてるんですよ。ちょっとこの VTR 見てみてください。例えばホテルに到着して荷物をポンと置きますよね。少しこうくつろいだ後にいざ街に出ようってなった時、こうやってね、カメラバッグだけ外して肩紐を装着します。するとたちまちコンパクトなカメラバッグに早変わり。これだけ持って外に出てですね、観光地でこう写真を撮るというね、そういうことも楽しめるわけですね。いや、使い勝手いいですよ、このあたりね。なかなかいいでしょ、このカバン。じゃあ中見ていきますね。こういう感じでこちらを開けますと、これですね、はい、α7-3 が入っております。こんな感じです。今ついてるのは 55mmF1.8 というレンズですね。で、これの他にですね、もう一つレンズが入っていてですね、こちらのレンズが 24mm から 105mm をカバーする、F4 のレンズですね。旅先にはやっぱりこういうね、便利ズーム1本あるとすごい便利ですから、これも、必ず持ち歩いてます。はい、という感じでね、上のこのカメラ入れにはこういったものが入っております。まあ大体この組み合わせで持っていけばポートレートにも対応できるし、スナップとかね、それからもう全般全部これでいけますので、かなり便利です。じゃあ次カバンをひっくり返してみましょうね。よいしょ。で、このカバンのね、いいところなんですけど、全部パカッとこうやって開くんですよ。こういう感じでね、はい、便利です。で、まずこちらにはですね、よいしょ、はい、こんな感じで MacBook Pro が入ってますね。うん、15インチで一番大きいやつですね。すっぽり入ります。で、それからじゃーん、こちら見てください。ジンバルまで実は入ってるんですよ、このカバンの中に。ジンバルっていうのは何かっていうと、動画のブレをなく撮影するための機材ですね。こういったものになります。これがジンバルというものですね。はい、ジンバルで撮影したらまあどうなるかっていうのをちょっと簡単に VTR 見てもらいますね。はい、という感じでね、ジンバルって本当に重宝するものですので、必ず僕は旅先に持っていくようにしてます。で、ジンバルってサイズが大きいものがすっごい多いんですけど、このパイロットフライのトラベラーっていうものね、すごいちっちゃくて、もう旅先どこにでも持っていけるんですよ。まあ乗っけれるものが 800g までということでね、かなり軽いものしか乗せられないんですけど、僕が使ってる α6400 のシステムならもうこれで十分対応できます。なので、こちらを必ず、カバンの中に常備してるっていう感じですね。すごいですよね、この中にジンバルまで入っちゃってるんですから。で、あとはまあちょっと見せるまでもない僕の、2泊3日分の着替えということになります。はい、これだけのものがね、一気に入っていて、で、なおかつね、まだまだスペース余裕があるんですよ、実は。ただこれ以上重いもの背負うとちょっと腰悪くしそうなので、あんまり詰め込んではいないんですけどね。こんな感じが、僕の旅に行く時のですね、パッキングの中身になります。はい、ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。これが僕の最新の旅装備となっております。で、まあ、こだわりのポイントとしては、とにかくコンパクトに一つのバックパックで済ますっていうところに非常にこだわってるんですね。まあ、なぜかというと、これはね、結構職業病でもあるんですけど、ビデオブロガーとか YouTuber さんってね、やっぱこう旅の思い出を綺麗にかっこよく残して配信したいっていう思いが強くなりすぎて、機材とかがとにかく多くなってですね、で、まあ撮影ばっかりに集中しちゃって、旅を楽しむというよりはもう撮影のための旅みたいになっちゃうんですよね。で、それが僕すごい苦手で、やっぱ体験ベースを一番大切にしたいんですよ。本当に楽しいなと思いながら体験したものを動画にしないと、結局あんまり伝わりにくいんですよね、人にその良さっていうものが。ただかっこいいだけの動画になっちゃうので、だからやっぱそれを避けたいなっていうところで、こう旅も楽しめるように装備をとにかく軽くするっていうのはね、僕の中でかなり大きなポイントなんですね。やっぱり軽さっていうのは本当に正義ですので、皆さんもね、ぜひ、僕の旅システム真似してみてください。はい、ということで、今日紹介したものを全部概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらの方を見てくださいね。それでは次回もお楽しみに。 See you!